警察によりますと15日午後2時半過ぎ一宮市東伊代の県営微災住宅の2階で玄関先が燃えていて夫が消火したなどと住人の女性から110番通報がありました女性の夫が焦げ臭い匂いに気づいて水をかけたため火はすぐに消し止められましたが玄関先のタイヤラックに積まれていた段ボール箱などが燃えましたけが人はいませんでした この県営住宅ではおよそ1時間半後別の塔にある集合ポストのネームプレートがさらに30分後にはまた別の塔の掲示板や貼られた紙が燃えていたのが見つかり警察は何者かが相次いで放火した可能性もあるとみて調べています。